中国重慶市元トップ白家来の息子白家華が殺人罪で起訴された母親の谷海来被告の裁判に文書で証言を提出したことが分かりました。白家華の証言は母親を救えるのでしょうか。アナリストは谷海来の案件はこの裁判で終わらない可能性があると指摘します。白家華は7日 CNN に送った電子メールの中で、私はすでに文書で証言を提出した、母親本人にそれを読む機会があることを望むとし、証言の詳しい内容は言及しなかったそうです。中国政府系メディアは谷海来と白家華はイギリス人実業家ニール・ヘイウッドと経済問題でトラブルが発生し、谷海来は白家華の身の安全が脅かされていると判断したため、使用人の張行軍とともにヘイウッド氏を毒殺したと報じました。アメリカ在住の人権派弁護士楊さんは、案件は高度に政治化され、多くの疑問が残ると示します。家人如果提出这样的证据来的话，这是一种让人这个非常这个匪夷所思的一种行为。一般而言，被告发表的任何不利于自己的证词，就可以用来作为弱罪的这个证据。这些证词呢，是它的真实性是要受到怀疑的。如证词的来源可能是诱供，或者是刑讯逼供，也可以是歪曲事实的这个。中国のジャーナリスト馬行明さんは、この案件の結論はすでに決まっており、裁判を開くのはパフォーマンスに過ぎないと示します。因为这不是一个简单的案子，它牵扯到其他许多案子，它只是有限度的从刑事上我能定你罪就行了。可以说要查清的话，能够把中共的这个整个这个黑社会集团都能够抖出来。また谷海来の案件の真相を明かした場合、庶民のさらなる怒りを招き、共産党政権の統治を揺るがしかねないため、徹底的に追及することはないだろうと分析します。大紀元の報道によると、谷海来は白起来周永康の政変計画の核心人物だったそうです。一方、ヘイウッド氏の死亡は、白起来、谷海来が関与していた臓器売買と関係あると見られています。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府以危险性质的方法大于加法。